収縮力を高めたり、血管を広げて血の流れを良くする。それから、エナラプリ。もう量も変えてきますね。1.07mg。前は量までは私変えてないと思うんですけど、これも心臓とか腎臓の機能を増える。まあ、血管拡張剤。血管。こっちは心臓で、心臓の収縮力を高めるプラス血管拡張でもこっちの方は血管拡張の作用は強いです、うんうん、それからウルソデオキシコール酸これが14.3mg これは肝臓、はい、それから胆汁の流れを良くすると、うん、それからモサプリード、はい、モサプリードは 1.43mg 2分のこれは消化管機能改善薬、まあ、要は胃腸の機能を高める薬ですね、うん、胃腸機能を高めるそれからアモキシシリン、何ミリ？これは40mg、2分の 40mg。これは抗生剤です。ステロイド使うとさ、感染に対して弱いから、予防で、はい。それからタウリン。タウリンが何ミリ？30。1日60mg、2分の。これは肝臓をちょっと元気にするかなという。それからタウリン、総合ビタミン。まあ、60mg、2分の。それからブドウ糖。まあ、ブドウ糖はちょっと飲みやすくするために、口直し的な働きがありますよ。2分の 60mg。それから、あと何だっけな。あとは、普通多いんだよね、こんなのが入ってるから、この子に良さそうなものを全部入れちゃってるんで、プロバイオティクス、これはヨーグルトの香りを書いてありますよね、はいはい、腸の善玉菌、はい、腸善玉菌で。腸善玉菌を補ってあげると、腸の環境が良くなって、自分で治す力が高まると、それでインスリンノーマとかリンパ1つ戦ってもらおうと、もともとのあの子の体の力で、ね、あとアガリクス。アガリクスが、これを書くの忘れてた。一緒ですよ。60mg、2分の。アガリクスは、キノコです、うんで。キノコ類、僕らが食べるキノコでも、ベータグルカンというタンパク質が入っているんですよね。はい、でこれが、やっぱり免疫力を高めて、下水の、まあ、リンパ質とかが高めて、アガリクスはたくさん入っている。これは何？これはちょっと少ない。2分の 20mg。これ量まで書いてあるから、はい、次の先生見たときに分かります。ただ全部揃えるかどうかその先生のあれだから、もちろんね、はい、で一回その薬出す前にさ、大抵もし私が嘘から来られたら絶対検査してから、うん、薬出す、やるから、はい、検査してくれるという先生の方がいい、はいはい、どちらかというと。でこれはだから減っていくわけね、うんうんうん、こっちはもう結構な量じゃないですか。体重、やっと体重パーキロ1ミリぐらいになったよね。今1530で 1.43 だから、はい、だから結構パーキロ2ミリぐらいにしてたから、だからこんだけの1ミリ超えてればね、よく食べるんですよ、うんうんうん、ということですね。はい、じゃあお薬をします。すみません、お願いします。じゃあこの袋なくさないようにしてください。